桜の名所は日本全国に毎挙にいとまがないほど数多くある。日本ではあまりにも桜が道が過ぎる。桜はまちまちのどこかしらにある。3月の終わりに咲いて4月の初めに散ってゆく。桜は日本人にとって昔から身近にあったため、お花見などの行楽はもちろん、文学や音楽、絵画といったものの、題材にも数多く取り入れられてきた。そんな桜が道がゆえに軽んじられるなどということはなく、むしろ日本人にとっては非常に特別な花として認知されている。すべての花の代表として考えられていると言っても過言ではない。日本における桜の種類は大変に多い。現在一般的に言う桜とはソメイヨシノという品種を指す。葉が出る前に花が咲く。とても見栄えがよく、咲いている期間はごく短い。散るまでが早いのが特徴だ。明治時代以後、日本中に爆発的に広まった。現在に生きる我々には意外に思える事実だが、そのソメイヨシノはまだ誕生から150年ほどしか経っていない。それまでの日本における桜とは山桜を指していた。台湾にも分布している桜だ。ソメイヨシノと近い花が咲くと同時に若葉が芽吹く。開花時期に個体差がある。2ヶ月ほどの長時間にわたって咲き続けるのが特徴だ。山桜の名所として名高いのが奈良県の吉野山だろう。平安時代には多くの歌人が吉野の桜を題にして歌を詠んでいた。春の穏やかな日の午後、何故に桜が急ぎ散ってしまうのか。散る桜を惜しみつつも、
その美しさを称えているという歌だ。散る桜を惜しみつつも、その美しさを称えているという歌だ。若干赤涼を漂わせながらも、穏やかさを感じさせる。若干赤涼を漂わせながらも、穏やかさを感じさせる。古くから日本人にとって桜とは散るものであり、古くから日本人にとって桜とは散るものであり、永続し得ないものの象徴だった。永続し得ないものの象徴だった。永遠に残ることなく滅びいくからこそ、永遠に残ることなく滅びいくからこそ、その一刹那が美しいという美の捉え方、その一刹那が美しいという美の捉え方、大変に貴重なかけがえのないものを、大変に貴重なかけがえのないものを、今だけは享受できているということで、今だけは享受できているということで、これはすなわち生きていることへの喜びであろう。これはすなわち生きていることへの喜びであろう。日本人は花をめでるという行為に生きる喜びを満たしていたと言える。日本人は花をめでるという行為に生きる喜びを満たしていたと言える。桜は千年以上の昔から芸術作品の題材になってきた。桜は千年以上の昔から芸術作品の題材になってきた。21世紀の現代にも連綿として続いている。21世紀の現代にも連綿として続いている。日本では毎年4月には桜をテーマにした。日本では毎年4月には桜をテーマにした。流行歌が作られ、街中に溢れている。流行歌が作られ、街中に溢れている。また、お花見という行楽を桜が咲いたから。また、お花見という行楽を桜が咲いたから。何が何でも遂行しようとするのも。何が何でも遂行しようとするのも。外国人には不思議に映るかもしれない。外国人には不思議に映るかもしれない。しかしながら日本人はそこに疑念を抱かない。しかしながら日本人はそこに疑念を抱かない。普通の花の鑑賞の基準になっている形、色彩、匂いなどを超越して、普通の花の鑑賞の基準になっている形、色彩、匂いなどを超越して、ある種の絶対的な美意識に基づいたというもの。ある種の絶対的な美意識に基づいたというもの。それは絶対的な美意識とも呼ばれている。それは絶対的な美意識とも呼ばれている。日本人になぜ桜にそこまで肯定するのかと言われれば。日本人になぜ桜にそこまで肯定するのかと言われれば。古代に寄与する。古代に寄与する。平安時代頃から単に花といえば。平安時代頃から単に花といえば。それは桜を指すようになった。それは桜を指すようになった。平安時代以前、中国文化の影響が多く。平安時代以前、中国文化の影響が多く。花とは梅のことを指していた。花とは梅のことを指していた。時代が下るにつれて、花の代名詞が桜になっていたのには。時代が下るにつれて、花の代名詞が桜になっていたのには。日本人の美意識の変化が見て取れる興味深いことだ。日本人の美意識の変化が見て取れる興味深いことだ。
人間が死ぬことなく現世に残ったとしたら、人間が死ぬことなく現世に残ったとしたら、生きていく上での喜びや感動は生まれてこない。生きていく上での喜びや感動は生まれてこない。この世は消えゆく儚いものこそが美しい。この世は消えゆく儚いものこそが美しい。この考えは日本人の美意識そのものと言って良いだろう。この考えは日本人の美意識そのものと言って良いだろう。美しく咲いた後に静かに散ってゆく桜は、美しく咲いた後に静かに散ってゆく桜は、日本人のこの美意識を下すにはまさにうってつけの花だった。日本人のこの美意識を下すにはまさにうってつけの花だった。また散りゆく美に触れた喜び以外にも、また散りゆく美に触れた喜び以外にも、桜に対しては散ることを惜しむ仕方のないことだと、桜に対しては散ることを惜しむ仕方のないことだと、この哀切の感情を強く思っている人も少なくもない。この哀切の感情を強く思っている人も少なくもない。桜をじっと見て思いに、ふけるうちに花が。桜をじっと見て思いに、ふけるうちに花が。すっかり心に馴染んでしまったので。すっかり心に馴染んでしまったので。散ってゆく花との別れが悲しい。散ってゆく花との別れが悲しい。哀切や苦悩を感じさせる歌も、哀切や苦悩を感じさせる歌も、結構現代にも数は少なくない。結構現代にも数は少なくない。この美的感覚は桜に対してだけではなく、この美的感覚は桜に対してだけではなく、四季折々の花鳥風月すべてに向けられている。四季折々の花鳥風月すべてに向けられている。山桜は中古中世近世の多くの文芸作品の題材となっている。山桜は中古中世近世の多くの文芸作品の題材となっている。現に哀切の観念がやや軽くなり、現に哀切の観念がやや軽くなり、人との別れの悲しみを散る桜へと固くする。人との別れの悲しみを散る桜へと固くする。流行歌などに見られる。流行歌などに見られる。安っぽいセンチメンタルさなどが例として挙げられる。安っぽいセンチメンタルさなどが例として挙げられる。しかし日本人が桜と聞いて想起するもの。しかし日本人が桜と聞いて想起するもの。その美的感覚の本質はやっぱり儚く切ないと思われている。その美的感覚の本質はやっぱり儚く切ないと思われている。